互い様だ、クソ兄弟。ナルト。そろそろ最後の時が来たようだ。ああ、そうみてえだな。僕に落ち着いてるじゃないか。今更ジタバタすんのもなんだしよ。それに、あいつらが大筒木を倒すところも見られたしな。言うことねえよ。ひまわりやひなたに別れを言えなかったのは残念だけどな。実際話してみると、カワキは悪いやつじゃなかった。あいつと話したのか？でもよ、ボルトとカワキ、本当の兄弟みてえだな。あいつら刺激し合ってどんどん成長してやがる。まるでお前とサスケみたい。俺も昔は兄弟がいたらなって思ったこともあった。けどよ、俺のそばにはお前がいてくれた。ふん。ある意味で兄弟以上さ。考えてみりゃお前とは生まれた時からずっと一緒なんだしな。何感傷に浸ってんだ。お前らしくない。まあ最後だし思い出話でもするか。わしは憎しみの塊だった。生まれたばかりのお前の中に押し込められた後もわしの中に渦巻く憎しみが消えることはなかった。この力のせいでみんなに怖がられもしたけど、それと同じくらいクラマには助けられた。人間ってやつは美獣の持つ力にしか興味がねえ。九尾だ八尾だと、お前だけはわしら美獣のことを名前で呼んでくれたんだ。クラマが名前を教えてくれた時のことはよ、よーく覚えてるさ。あの時は本当に嬉しかったな。それによ、お前が助けてくれなきゃいつ負けてもおかしくない戦いばっかだったしな。最後にわしとお前であの大筒木に一泡吹かせてやれた。こんな時に冗談言ってんなよ。まあいいじゃねえかよ、最後くらい。ナルト、お前と一緒にいられて本当に楽しかったぜ。俺も楽しかったってばよ。あの世って場所でも一緒にやっていこうぜ。こうして一緒にくたばんのも悪くねえさ。ナルトよ、お前勘違いしてないか？何言ってる？もしかしてわしの命と引き換えに力を得ると。初めからそう聞いてればお前は躊躇しただろう。いや、下手すりゃ反対してたかもな。それしか道はないと理解していても。クラマ、お別れだなると、代償はわしの命だ。ナルト、お前じゃない。そんな目で見るな。わしはもう行くが気ぃつけろよ。もうお前には以前のような超人的な強さはねえし、わしはついていないから。クラマ、行かないでくれ。